響動画、視聴者反応集総集編。札幌ドームがかなり迷走している模様。札幌ドームさん、本当に終了してしまう。日本ハム3月3日阪神とのオープン戦で全本拠地の札幌ドームとお別れか。今年度で使用契約が終了。日ハムは最後かな。エスコンがすごすぎてホームはオープン戦でも札幌ドームは使わないでほしい。今年度の赤字穴埋めに少しでも貢献しようという日ハムの温情です。札度は来年度から黒字ですので、もう日ハムは必要なしですね。札幌ドームに日ハムの広告が残ってるのはそういうことか。最後に残っていた日本ハムの広告もなくなるんだろうな。まあ、税金補填だから痛くも痒くもないけど。最後のオープン戦まで値上げしたろの精神。どれだけ恨み節やねん。もうここしか売り上げ上がるとこないから、これだけは許したって。きっと最後の札幌ドームだから見に行こうかと思ったけど、オープン戦なのに高いからやめたわ。2万人超えない値段設定、客が入ったとしても売店売り上げ関係ないなら少ない観客で入場券売り上げが高いのが一番得。チケットの価格設定は日ハム側が設定したそうですよ。まああのドームでやるとほとんどの売り上げを搾取されて残らないからな、苦渋の決断だろうな。阪神ファンです。怪我なく終えてほしいです2日間。阪神タイガースさん、練習はほどほどに、試合は適当で大丈夫です。阪神ファンの方、試合後に蛍の光お願いします。ハムファン側も一緒に歌って、完全決別でいいでしょ。札幌ドーム今までありがとう。笑顔でお別れしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。日ハムはエスコンで黒字、札度は計画では黒字になるらしいから、お互いウィンウィンやな。札幌市長のおかげでエスコンできて、北海道の経済効果は爆上げ。おまけに札幌ドームも今年から黒字にできるとか、ほんと有能。最高の市長がいる札幌市は安泰ですね。札幌市的には大打撃だったかもしれんが、北海道全体で見たら大成功だったな。北海道は札幌一極集中が問題となっているので、郊外及び北海道全体の発展は素晴らしい。これは有能市長と言わざるを得ない。札幌から千歳までが一大経済圏化するなら、札幌一極化も防げて JR 北海道も立ち直るかもしれない。日ハムは出てくし、オリンピックは来ないし、新幹線も来ないし、札幌大丈夫なんか？自業自得としか言いようがないやろ。責任は札幌市長とドーム社長にあるので仕方ない。日本昔話によくある強欲な意地悪じいさんが最後罰が当たるみたいな話やな。まんま DV 夫の気質と顛末で草。責任は誰が取るんだろう？仕切りを使って利用方法の幅を広げようとしたことはかえって勝ちを落としたように思う。市長は都合の良い数字、希望的観測を並べるけど、そんなことくらいは市民もわかっていたはず。現職を再選させるのは他の候補が弱すぎることと相乗りでいいと思っている各政党の責任でもある。だから市民も選択肢がない。現市長を当選させた市民の責任とか言われてるけど、他の候補も大体終わってて、究極の選択をさせられてたらしいの、草枯れる。全くその通りで、他が本当にひどすぎてな。札幌の経済圏と秋元勢力うまいことやってるから、有力候補が生まれない。次ができるとしても同系統だからね。って市政だろうが国政だろうが、いつもごねるよね。被選挙権まで含めて自責だよ。2016年からこの話始まって2回も選挙やってるのに、まともな候補が現れない時点で市民の自業自得ですね。都民だって消去法で仕方なく小池百合子選んだのに、めっちゃ叩かれるのと同じこと。札度の件では与野党ともに恩恵を受けていたのだろうね。市議会で質問すらできない議員なんぞ無用だわ。天下り先だからね。現在の管理者にとっては来期の収益なんて関係ないだろうね。コンサドーレ札幌と一蓮托生すればいい。これで札幌ドーム潰して、マンションや駐車場でも建てた方が札幌市のためにもなるわ。終わりは始まり。未来ある子供たちのために頑張ってほしい。さあ、日ハムの最終戦も終了して、さらなる問題も出てきている札幌ドームですが、また野球が行われることはあるのでしょうか？札幌ドーム命名権、また見誤ってしまう。札幌ドーム命名権期限定めず、応募継続、今後条件面の変更なし。期限だけ伸ばしても値段下げなきゃ永遠にどこも手を挙げないだろう。札幌ドームさん、日本がジンバブエバリにハイパーインフレが起きたら、その時は年2億5000万円で名乗り出る企業が現れるかもしれませんよ。その時が来るまで無期限期長に待ちましょう。札幌ドームってウィンウィンの考え方がないんよね。お互いに得するいい塩梅のすり合わせができていない。価格設定のミスも自分側の収益しか考えていない結果だと思う。過去の映画に溺れ金銭感覚が麻痺している。もう日ハムは出ていったんだよ。市電の電停の命名権は売れたらしいですね。交通局に話聞きに行ったら良いのでは。多分適正価格にしろよって言ってくれると思いますよ。ドーム側が値段決めるんじゃなくて、オークションにしてみたら？ヤフーオークションに出品したら？1円スタートからお願いします。プロ野球もなし、サッカーでの集客がメインとしても、現実的に考えて5000万円くらいなら買う企業があるかもね。絶対ないわ。自分が企業の広報担当者だったら、ただでも嫌だろ。
売れ残った惣菜は値下げシール貼って廃棄減らそうとするだろ。値下げシール貼ってなおも買い手でないなら廃棄しろよな。自分たちの価値の値段じゃなくて赤字を回避したいだけの価格設定だろこれ。なんなら赤字が膨らむにつれ値段上がるんじゃね。そら需要予測した価格じゃなくて黒字にするために無理やり弾き出した数字やろ。いかにもお役所仕事って感じ。お金あり余ってる人が買って札幌市長無能ドームとかなんか変だなって。お前が変だったんだよ。ドームとかの名前にして未来への教訓にしてほしい。CPPIB がニューヨークのオフィスビルを1ドルで手放すような時代に、なんで人気のないドームの命名権で 2.5 億円出すところがあると思うんだ。安売りしてでもつけてもらえれば赤補填できるっていう発想がないつかなきゃゼロなんよ。失策の連発でいきなり総売上の3割消滅という普通の企業だったら経営陣の責任問われてもおかしくない事態でも、ドームや札幌市は誰一人として責任取らんあたりでなあ。こんな無責任体質のとこに億単位の広告費出すとこはまずないだろう。誰も責任取らんから気楽なもんやな。民間企業だったら担当者は間違いなく左遷されとるやろ。2億5000万最低4年間で合計10億円これで暗幕大10億円を賄えるぞと考えていたのかな。ただの妄想です。根拠はありません。トップが狂ってるから下の職員は鼻で笑いながら無理やり黒字資産出してるって聞いた。赤字資産で報告するとブチギレられるらしい。イメージが悪すぎるからただでも名前を載せたくない。まず勝手に北電ドームとかに改名したら北海道電力が嫌がって名前変えてくれるんよ。多分同じ第三セクター運営の味の素スタジアムが経営モデルになっていると思うんだけど、前提条件が全く違うからそもそも破綻してるんだよな。同じ三セクだった大阪ドームはオリックスに売って黒字化。京セラドームに札幌市をチッター見習う。札幌ドーム担当者の発言で全国の大きな箱物はほとんどが赤字だろう。公共性を提供しているんだから仕方ないと札幌市が不当にバッシングされているとでも言いたげな主張を見かけたけど、責任を取らない悪人のツケを払わされる住民が被害者か。そもそも札幌市とその第三セクターと関わりたくないんだろうな。第三セクターなのだから必ずしも黒字である必要はなく赤字でも残すかどうかを市民に問うことはできないんかね。損切りで潰すと天下り先がなくなるから嘘計画で黒字に見せ続ける必要があるのかもだが、大金払ってかもですってアピールするやつおらん。もう本当にどうあがいても絶望。さあ、前回の動画後もいろいろな問題が出てきてしまっている札幌ドームですが、命名権について方針転換する可能性はあるのでしょうか。札幌ドーム命名権、どうやったら売れる？札幌ドーム命名権に応募ゼロ、知名度上がるのになんでや。札幌市の第三セクター札幌ドームは29日札幌ドームのネーミングライツ命名権について締め切り期限の同日までに応募がなかったと発表した。今後は期限を設けず募集を延長する。そもそも人気あればとっくに売れている。意味のないネーミングライツは売れるわけないです。自分から搾取されに行くやつはおらんやろ。ネーミングライツなんて企業からすれば広告宣伝費だろう。イベントがなければメディアで取り上げられないので宣伝効果がないに等しい。2億5000万複数年なんて金をかけることを株主に納得させるのは無理でしょう。北海道以外の人間は YouTube で取り上げてくれないと全く問題にならない。悪いはともかく話題になるのは各 YouTuber のおかげ。100分の1の額に減額すれば売れるかもね。まずはタダでお試ししたら。高いから意外に何があるんだ。イメージ悪いとか意外とシンプルにすでに存在を忘れられてるってのがあるかもしれない。値段を下げる今の10分の1以下にする命名に条件をつけないとかにしたら検討の訴状には上るんじゃない。2000万が妥当だろうがこんなところの命名権買ってもいいイメージないだろ。例えるならヘズマやユタボンみたいなのとコラボするようなもん。負のイメージがあるからな。年1000万円10年間はその金額での再契約を保証する命名の縛りをなくすドームぐらいなら OK。 これで売れなきゃ諦めましょう。まず何万円なら買ってくれるか興味のある企業にアンケート取ったら、 2.5 億ペリカなら買ってくれるんじゃないか。市長をはじめ関係職員と札幌ドーム役員で給料出し合って買ったらさすがと思う以上それだけですが何か？札幌市の公民館のネームをお金出して買うわけがないわな。ローカルニュースにたまに出るだけで大きな話題のない公民館に2億5000万円も出す企業があるわけない。そこら辺からお金の感覚がおかしい。そもそもコンテンツのない施設にネーミングライツなんて誰が買うんや。まずはコンテンツをつけてネーミングライツを募集すべき。順番が違いすぎる。下水道店専用会場でいいんじゃないの。札幌下水道店ドーム。キャンプ場はどうよ。北海道ツーリングする人多いし雨の人かくま出る心配ないし安心やで。年中飲める全天候がタビアガーデンにしたらシャトルバス復活するんじゃない。命名権だけなら絶対売れないよ。競輪場に転用した上で売上保証付き包括的民間委託運営とネーミングライツをセットで年間2億5000万ならある話だけど。一応 J リーグ一部のホームスタジアムのネーミングライツなんですが、他のサッカースタジアムと比較してもやっぱり高い。都内の味の素スタジアムでようやく年約2億くらい。コンサドーレの補助金を大幅に増やしてそのお金でコンサドーレ札幌ドームにする。実際に屋根に名前を入れられて1億程度なら地元の大きいとこは出してくれるんじゃない。周辺の交通量にもよるけどめっちゃでかい看板だと思えば2億は無理でもネーミングライツ単体よりは魅力的に思われないかな。問い合わせはあったというがそれへの対応もひどかったんだろうな。
問い合わせることがあるとすれば年間通じて各種メディアで名前が何回くらい言及されるかってことくらいしかないけど多分わからないって答えたんじゃないかと推測します。ビジネスをわかってないから広告料を払っても良さげな業種がないわけではないですね。例えば解体業者札どの解体作業期間中に広告出したらそれは大きな宣伝になるはず。もちろん解体業者が札幌市に請求する解体費用には命名権費用も含まれますが、日本ブレイク工業が買って解体ドームにするもうさっさと更地にして商業施設とか誘致した方がいいよ。損切りは1秒でも早い方がいい。無能な天下り経営陣に1円でも多く給料を払う方が無駄。マジでお役所仕事で無理だろ。損して得を取るって感覚ないから日ハムをミスミス逃したんだから。損して取るは半分行政だからできなくて仕方ない。得しすぎてて相手が損してるのに気にしてなかったのが問題。もう民間に任せるか解体しろよ。今の運営じゃ無理。あそこ買ったんだってバカにされる可能性すらあるからな。高いイメージ悪い。そりゃ無理よ。買った企業に全力でクレームが入るだろうから買わないのが一番得。悪名は無名に勝るというけど、あの札幌ドームの命名権を買った〇〇社さんって知名度は上がりそう。札幌ドームを運営している人の問題なんだから人事を刷新。エア会社ごと総入れ替えで良いイメージを打ち出していくしかないんじゃないでしょうか。今までの体質を見直してさらっと綺麗にスタートしますってアピールがないと悪いイメージしかないんだもの。名前なんて売れるわけがない。札幌ドームに肩入れしてた北海道新聞が買わないのはなんか変だな。札幌市の公務員全員で維持しよう。秋元市長が買えばよい。損切りする決断が遅いとますます赤字が膨らむ。札幌市はこの施設をさっさと一般に売り払って第三セクター札幌ドームは解散。これが一番差もないと夕張の二の舞になるぞ。財政再建団体が入ったらどうなるかなんてもう道民のみんなが知っているはず。何か一回ネーミングライツ受けたらその後も勝手に契約継続されそう。札幌ドームのことだから4年は契約を打ち切れない感じなんでしょ。ただでもうちの会社ならお断りします。だって会社に悪いイメージがつくから笑われもんにはなりたくないです。営業にも悪影響が。もはや悪いイメージすらないとは思うが間違いなく笑いものにはなるな。社員がそれに耐えられるかどうか。さあ視聴者の皆さんからも多くの意見が出てきましたが、やはりこのままでは札幌ドームの命名権を売ることは難しそうですね。コンサドーレが札幌ドームを救えない理由、救うどころか逆にコンサドーレが出ていけば金食い虫でしかない。天然芝の維持や出し入れが必要なくなるからイベントに特化して無駄な設備を撤去していけば単年度赤字だけでも回避ができるんじゃないの。もう日ハムにいろんな経費押し付けられないのにただでさえ税金で補填されてたコンサがいても赤字増えるだけでしょ。そもそもコンサドーレがいなくなった方が税金出さなくて良い分マシな可能性があるというか J リーグは税金で補填だらけで規制してるの大多数なのにちゃんと自分で全部やりきってるプロ野球のチームに経営だ収入だどうこう言える立場にないわ。コンサドーレは札幌ドームの高すぎる使用料を払えないからって何度も断ってんのよ。それを札幌市が税金で3分の1補助するからドーム使ってくれってゴリ押ししとる。ほんで満員にもできないのに3分の1も補助して黒字は無理でしょって話になっとるからコンサドーレがいくら試合しても札幌ドーム救われんぞ。表向きは札幌ドームを絶賛してるけど内向きのサポミーティングでは俺らも本当はファイターズさんみたいにここを出ていきたいんよって愚痴ってるからな。厚別に戻ろうにも J1 ライセンスの条件が満たされていないし新スタジアムを作ろうにもクラブが赤字を垂れ流してるから余裕がないのも事実。コンサドーレも懐事情は厳しい方なんよね。札幌市は日本ハム引き止めるために野球専用球場にしてコンサドーレ追い出そうとしたくらいなのに、それで殺度使うのはコンサドーレも人が良すぎるにも程があるだろ。札幌市がもう一つチーム作ろうとか言い出しそう。今は使用量がどれくらいなのかわからないけど以前は1試合800万だったよね。国内の重要な試合を開催している埼玉スタジアムの場合は5万人の時でも870万だったらしいから札幌ドームがいかにぼったくりなのかがわかる。コンサドーレもさっさとスタジアム作って出ていけばいいのに。財界札幌だっけ？日ハムにドーム使わせたいんで別にセンスタ立ててあげるから移ってくんない？って札幌市がコンサには持って行ったら断られたって話載せてたの。事実かどうかは知らないけど仮にマコマナイとか月サムグリーンドーム後にセンスタ立てる条件で調整できなかったってなったら札幌市情けない。四者会談でのことか？普通に報道されてるよ。で日ハムにドームの継続使用を断られたので慌ててマコマナイに野球場作るからそこでと提案したら地元住民から反対運動が起こったという流れ。今更な話だけどさ札幌ドームから日ハム追い出した連中って野球が大嫌いなの？嫌いじゃなくて舐めてたんだよ。札幌ドーム使えないと日本ハム困るだろだから最後は使わせてくれって頭下げてくるはずって思っていたんでしょ。しかし北広島市がいろいろ優遇するからうちにおいでよって誘致して今に至る。なんで年間のホーム開催試合が20もないサッカーチームしかも観客動員1試合1万がやっと優遇してホーム開催70試合1試合2万以上動員の野球チームが虐げられたのかよくわからんのよな。日ハムは東京からやってきたよそ者コンサドーレこそ札幌生まれの地元チームという意識があったかららしい。ミノルはコンサドーレも東京から
来店してきたチームが前身なのは秘密。元札幌ドーム社長のお言葉ファイターズさんはプロ野球の社会的貢献だのなんだの言いますが、プロ野球は一企業の広告塔なのが本質だから全て負担するのが当たり前、コンサドーレみたいな優遇措置なんてとんでもないとのこと。プロ野球チームなんて一企業以前に自治体の広告塔顔という立場にあるのが先に来そうなもんなのに何を言ってるんだかな。北海道全体の規模で考えれば日ハムの選手や OB が全道各地で野球教室とかのイベントを開いたり各市町村の応援大使を務めたりと積極的に北海道のチームとしての地域振興で取り組んで道民からも応援されてたのに肝心の札幌市からだけ舐められてたってのが皮肉。コンサからいくら巻き上げても黒字にならないし日ハムからできるだけ巻き上げて黒字にするのが楽だったんだろうね。天然芝を維持するためには試合がない時は野球やコンサート関係なしで屋外に出しておいて都度出し入れしなければならないんだよね。そりゃ維持費かかるわな。日ハムがいないとどうすることもできない分際で今までよく日ハムに対して偉そうな態度が取れたな。日ハムに養われている分際で態度がでかすぎたのが悪い本とざま案件。札幌ドームは日ハムというより野球を舐めてるとしか。巨人やらヤクルトやらをルール無視で呼べば試合してもらえると思ってたっぽいし。移転決定直後の市長とその取り巻き記者のインタビューでの話だな。セリーグの試合呼ぼうよとかヤクルトの準フランチャイズとか良いよねと盛り上がっていたのを今から見ると笑える。野球とサッカーでは利益が違いすぎるんよな。野球の場合多ければ週6日でホームの試合があって莫大な金が動く、そんな大きな獲物に対して変な態度取ってたら出て行かれるに決まってる。最大収録試合できる野球コンテンツはやっぱり強い。札幌ドームと札幌市が一番気持ち悪いことに変わりないけど、移転してからやたら日ハムを敵視してるコンササポも同じくらいきしょい。コンサも J2 に落ちたら札度では1試合もしないんじゃない。問題なのがコンサドーレが J2 に降格するリスクを考えねばならんけど、 J2 に降格したらスポンサーが一挙に減るリスクが高まるから、札幌ドームで開催に関わるようなことがあれば札幌市が全額負担という事態になるが、コンサドーレのサポーターもそれを望んでいるのだろうか。今年のコンサドーレは降格の右向だよ。今は20チーム中19位で今後も上がり目なし。現チェアマンの野々村氏が社長を退任してからは落ちる一方、コンサドーレ降格のタイミングでドームも解体するのがベストな選択。エスコンコンサドーレを迎え入れる準備しとく。サッカーは稼げないからいらない有能な北広島市長がわざわざ負債を誘致するはずないと思うよ。札幌ドームはもうすぐなくなるだろうな。なくなる前に見ておきたいが行くイベントがないな。壊せ壊せ、もはや魅力もなんもない箱物。誰も使わないならさらち一択。天下りが天下りできなくなったドームコンサも出たら市民のお荷物。とりあえず札幌市民でなくてよかったわ。札幌市の持ち物であればホームレスや生活困窮者のためのシェルターにでもすればいいんじゃね。札幌ドーム、札幌の恥解体、または札幌競輪わら。やっぱり競輪塔と持ってくるか、カジノホテルにするか。札幌市はぜひこのままでいてくれ。要請はどこまで恥を晒すことができるのか、その果てを見せてほしい。正直札幌市民も本当に怒っているなら市長選挙に行って札道潰すと公約している人を当選させるべき。さあ札幌ドーム救済にはコンサドーレだけではどうにもならなそうですが、新モードでのコンサートなどにより今年度こそは収益見込みを達成してくれるのでしょうか。日ハム札幌市から本当に嫌われていた模様。日ハムには幸せになってほしい。勘違いしちゃいけないのは、日ハムは北海道が嫌いなんじゃなくて札幌市が嫌いなんだよね。札幌ドームのおかげで札幌のイメージ本当に悪くなった。ファイターズ北海道を出ていかないでありがとう。自社製品を球場で売るのが長年の夢だったとかインタビューで言われてる時点でヤバいでしょ。正直飲食で収益を上げてる球団が飲食で利益上げれないジレンマ相当あっただろうな。球場内の売店で伊藤ハムの商品売ってたとか、よく我慢してたなと思う。出て行って正解だよ日ハムは。普通考えられないよな。伊藤ハム側も札幌ドームで商売して本当にいいのって感じだったろうよ。東京ドーム時代から日ハムが不憫すぎる。決別できてよかったですね。で逃げ場札度のおかげでエスコンフィールドができたので、北広島市やファンの皆さんは感謝していますよ。初めて札幌来てみたけど、札幌内の観光名所すべてエスコンに負けてると感じたわ。エスコンは素晴らしかった。まあ何に重きを置くかによるけど、札幌市民はドーム存続で構わんのだから、税金徴収されて本望なんだろ。よかったね札幌市民さん。日ハムといい関係築けてや札度安泰のシナリオもあったのに、お互い黒字になるように、かつ日ハム側により良い条件出してればずっと安泰だったのに、足元見すぎた結果全て崩れ去ることになるんやから、やっぱ欲出しすぎるのは良くないってことを教えてくれるね。確か球場内の大型化ビジョンは日ハムが設置したはず。費用負担以外にも集客のため設備投資してたのは日ハムで、札幌市は金を取るばかりだもんな。札幌は天下りドーム悪の代名詞。野球の球団とかめちゃくちゃわかりやすく金のなる木屋のに散々いじめ抜いて追い出すとかバカじゃねえのとしか、後から条件を変えていくとか悪どいな。
全く同情できない経営陣が金のことしか考えなかった結果、当然の天罰。札幌の抜け殻は放置したまま。札幌市民です。札幌ドームはバカです。サッカーより野球は根強い。サッカーに補助金税金払うのやめる。サッカー優先というより取れるところから取るって感じだったのかなぁと感じた。元ドーム社長の発言、プロ野球は一企業の広告塔なので全額負担するのが当然では。それに文句を言うなんてなんか変だな。元コンサ社長の発言、野球は小ビジネス、しかしサッカーは文化なんです、だから税金投入して保護しましょう。日ハムなけりゃコンサの経費は増大するんだろうな。芝の入れ替えやその他の経費、日ハムが負担していたのをコンサが払えるわけもなし。結局は経費も税金投入。ちゃっちゃと解体してまえよ。コンサで俺が何とかしてくれるでしょう。知らんけど、コンサは払えないから結局札幌市が金を払うだけ。しかし J リーグは J リーグだな。コンサで俺から30億取ればええやん、満面の笑み。コンサ潰れる。全選手の総年俸4年分。コンサドーレみたいな不人気に金入れるとか札幌市も見る目がない。札幌ドームって嵐と日ハムしか埋まらないって聞いてたけど、嵐もコンサートないし日ハムも撤退ってどうするつもりなんやろ。下水道店の常設展示場。札幌市は良かったね、文句ばっかり言ってねぎってくる客がいなくなって、これで煩わしい交渉から解放されるよ。なくなった分、そんなの努力でなんとかしろやって、当たり前の努力をすれば良いだけの話。簡単には逃げられないことを、いいことに奴隷化って開拓民かよ。北海道って既得権益が強そう。札幌市民だけど、もう取り壊すか競輪場にでもするしかないと思う。さっさと解体して雪捨て場にしろよ。ナローの追放者でもこれよりはもうちょっとマシなシナリオになってるやろ。因果応報。そもそも今の時代ペラ芝では野球をすべきでない。エスコンは遠いけど、行けばドームと比べ物にならないぐらい野球見やすいから、もうエスコンで十分です。さあ奴隷契約に対して、昨年夏の視聴者さんの意見でしたが、エスコンが成功が目に見えた今、当時の印象とも変わっているのではないでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。